おはようございます。おはようございます。はい、現在7時45分。7時45分ですか。はい、はい、今日は清水エスパルスのチョン・テセ選手一日密着したいと思います。はい、一日密着ですね。はい、もう、はい、テセ選手といえばハウツーで、ハウツーの生みの親みたいな感じですよね。はい、あのハウツー動画で夏大輔チャンネルはでかくなったと言っても本当に過言ではない。本当に過言ではない。もう本当に、はい、もう大感謝すべき、そうですね、はい、一人なんですけど、はい、まあ、その密着を今日はしたいと思うので。声ちっちゃちっちゃい。おはようございます。おはようございます。現在時刻8時ですね。はい、はい、まあ朝のルーティーンというか、はい、何時頃に起きて、何時頃に朝ごはん食べて、はい、何時頃に出発するみたいなところまでちょっと一連の流れを教えていただきたいです。流れは練習が10時だったら、はい、1時間半前まで練習場に行くんで、はい、なんで7時半に朝起きますね、いつも。なるほど。でグダグダして7時45分ぐらいにベッドから出て、はい、で朝ごはん奥さんがお茶漬け作ってくれてるんで、はい、それ食べて8時に家出ます。8時、あ、で今ですね、はい、ってことは本日も練習10時なんですね。今日10時です。はい、1時間半前入りって早いっすよね。はい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 、だいぶ早い。え、そのさ、お茶漬けってはもうルーティーなの？もう毎日お茶漬けですね。あ、そうだね。朝は別にいろいろ食べたくないじゃないですか。うんうんうん、だからお茶漬けが入ってくるし、いろいろお茶漬けでもめっちゃいっぱい入ってますけどね。うんうん、卵と納豆とささみ大量に入ってるから、はいはいはい、まあ、基本的にバランスはそれなりに賄えてるかなっていう感じのお茶漬けちゃんと食べて、で朝体重測るからあんま食べ過ぎたくないですよね。あ、朝練習場で体重測るからあんま朝がっつり食べて、なるほど、ね、体重増えたら重く感じるじゃないですか、うん、確かに感覚的に、うん、そう、だからそう朝はあっさり、もう何百グラムが重く感じちゃうんです。あ、そうなんですね。そう、500グラム重くなったら結構重くなってんだみたいな。だからそのなんか気持ちの問題ですけどね。そうそうそう、気持ちの問題で、あ、ちょっと今日重いかなみたいな。試合の前とかにも、うん、そのフィジカルトレーナーとかはやっぱみんな得てして往々に体重を測ってほしいって言うんですけど、うん、測りたくないですよね、うん、試合の時とかなおさら敏感だから、うん、80超えたらもう焦っちゃったりするんですよね。どうしようみたいな、体重めちゃ多いみたいな。なんか意外だよね。意外ですね。繊細っすよね。ちょっと豪快な感じのイメージでね。確かに。確かにそんな感じですね。で、1時間半前に練習場に入って、はい、その後、その1時間半でどういうふうなことをされるんですか？なんか前は本当、何年前かな、3年前までは怪我なんてほとんどしなかったから、はい、もう本当練習場で30分前とか45分前集合なんですよ。はい、監督ごとに変わるんですけど、今とか45分前集合なんですけど、もう45分前ギリ前だったらギリギリに行って、もう何もせずただ携帯見るか本読むかでロッカーでずっとベターッと座ってて、座りながらそのまま何もしずにそのまま晴れ石行くかっていう感じなんですけど、怪我しだしてここ3年ぐらい、はい、筋肉系の怪我で、いやもうこれってもうまあ年なんである程度それ生理現象としてしょうがないんですけど、でもまあ一発怪我したらもう2ヶ月ぐらい絡めないくなるじゃないですか。うん、まあ確かに。で2回とか怪我するから、そしたらもう半年絡めないですよね。いやもうそれがもう悔しくて悔しくて、最初はなんかそれで誰かのせいにしたり、トレーナーがあの時止めてくれなかったりみたいな、まあ多責してたんですけど、でもまあこればっかりは自分のせいだなと思って、で、まあ、怪我するのは正直さっき言ったように生理現象だからしょうがないから、はい、まあ、怪我したとしても毎日その怪我をしないためのベストを尽くして怪我したんならしょうがないって受け入れるかなと思って、はあ、だから1時間半前に行ってトレーナー捕まえて、ずっとまず張ってるところとかケアして、でそれで30分ぐらい体のメンテナンスして、その後体感して、でシャワー浴びて歯磨いて練習行くみたいな、そういう今だからもう練習始まる前から完全に体はでき温まった状態でウォーミングアップから始めます。なるほど、はい、では、はい、またでは頑張って練習頑張ってください。後ほど。
頑張っていきます。選手、お疲れ様です。はい、雨の中、結構がっつり2時間やられてましたね。はい、長かった。どうですか、きつかったですか。結構なんか走りの目標が多かったように見えたんですけど。今日はまだ楽な方が。あ、そうなんですね。はい、明日が試合日なんで、はい、結構上げるんで。なるほど。明日本当に死にます。なるほど。本当にもう試合よりも多分練習きついっていうの初めてね。はい、明日が試合日っていうのを見越してリーグ戦があったら、はい、だから明日がね、本当にきつい練習する。今日は試合前日練習なんですよ。なるほど。これで試合前日練習なんですよ。はいはいはい。だから公式戦でもこれこんな感じなんですよ。はあ、なるほど。めっちゃきついんですよ。はいはいはい。そう、試合前日の割にはこんなやるっていう。慣れるまで結構苦労するんですよね。なるほど、はい、今まあ12時ぐらいですけど、はい、この後どういった流れになるんですか。今日はちょっと中でランニング20分やって、はい、ケアしてご飯食べてインタビュー。かしこまりました、はい、お疲れ様でした。またお願いします。はい、はい、ありがとうございます。現在時刻16時ですね。時間かかりました。かかりましたね。練習の後、遠くまでありがとうございます。ありがとうございました。2時間ぐらいです。さて、今練習終わりでこれからどちらに向かわれますか。今からちょっと低酸素トレーニング。あ、低酸素トレーニング。はい、はい、はい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 。があるんですけど、はい、なんですか、東京でハイアルチっていう低酸素ルームの中でトレーニング、ランニングをする施設があるんですけど。あ、はいはいはい。よくアスリートの方が SNS とかに上げてらっしゃいますよね。そう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 。そこれが静岡にもできたんで。はい。で、そこの立ち上げに僕も関わってて。へえ。なんか結構しょっちゅうそこには行くんで、行ってトレーニングするんですよ。はいはいはい、だ、そもそも立ち上げに関わったきっかけは、僕がそのハイアルチに行った時に、もうすごく効果を感じて、はい、あ、これちょっと静岡に出したいなと思って、でその時に静岡に出したいっていう人がいて、で それと僕、この人と僕が一緒にそこに出したんですけど、はい、それぐらいその心肺機能の向上にすごく効果があって、へえ。まあ後でまたそれは詳しく話すんですけど、なんかやっぱ年取ってきたら心肺能力が落ちるっていうじゃないですか。なんか聞きますね。うん、走れなくなるっていうのが一番の弊害じゃないですか、年齢を重ねる上での。確かに。だからそこをちょっと、そのマイナスをちょっと消していきたいなって思って。ちょっとあの話変わりますけど、なんか酒井豪徳選手も密着で自分で課題感感じてジムを立ち上げたっていう風な話だったんで、はい、なんかすごいなんか似たような部分感じますね。はい、え、酒井豪徳はどういうジム立ち上げたんですか。もうちょっと詳しく聞きたいな。これちょっと僕らの動画見ていただければ。はい、見てなかったぜひぜひご覧ください。ジムに到着されましたけれども、はい、普段から練習後とかにも来たりするんですか。来ますね。どれくらいでペースで来るんですか。いや、週1ぐらいでは来るようにしてます。あ、なるほど、はい、それもオーナーとしての役割も込みでですか。いや、シンプルに、はい、
なんか30超えたら2日休むのが休めなくなるんですよ。おお、はいはいはい、2日休んだら体が落ちるから、はい、それも2日のオフ明けはきついんで、だから2連休とかもらった時は1日は来るようにしてます。なるほど、はい、あんまやりすぎもダメじゃないですか、うん、せっかく体上がってきたのに怪我したらもう元も子もないんで、そんな悲しいことないから、なんでそれぐらいが週1ぐらいがちょうどいいですかね。なるほど。この先から向こうがもう低酸素になってるんですか。そうです。すごっ、すごっ。この空間って今低酸素になってるんですよね、はい、それは何がどういう風にいいんですか。この中の逆に窒素を吹き込むことによって、はい、空気中の酸素濃度を下げて、要はこの下げた濃度が大体2500キロから3000キロ、要は富士山の何度だっけ、まあ、どのぐらいの現在17時20分です、はい。まあ、ちょっとトレーニングして体整えたということで、はい、これからどこに向かわれますか。家でご飯食べます。ご自宅で、まあ、ちょっとカメラ回してない時に、はい、ほぼほぼ外食しないっておっしゃってたじゃないですか、はいはい、それやっぱりもう常にご自宅でご飯を食べてる。まあ今年は特にそうですね。へ、逆に去年は手製キムチが忙しくて。そうだ、その話も聞こうと思ってました。そうですよね、はい、なんか、まあ、基本僕の奥さんなんですけど全部やってるの、はい、すげえやり手の奥さんで、やり手っつうか実行動力のある奥さんで、はい、といい嫁もらったなと思うんですけど、はい、でしず鉄っていうそういうスーパーがあるんですけど静岡にいっぱい、はい、何店舗、80何店舗ですけどな、80店舗ぐらいあったけど、でそこに下ろすっていう風になって、でインターネットも販売もやってチラシとか全部作ってそれっぽくやったんですよ、ビジネスを。でももうあまりにもしんどすぎて僕も結局キムチを工場の契約とかもしてしたんで、はい、作るとこも契約して、でまあ僕が子供見なきゃいけないし、はい、で結局外食になったから去年は、で途中からなんか去年寮でご飯食べ始めて、もう外食嫌だっつって、うん、はい、で寮行って奥さんが忙しい時は寮行って子供2人連れて寮でご飯食べるっていう異様な光景ありえないじゃないですか寮に子供連れて一緒に食べるっていうで寮母が優しいから作ってくれて子供同士で、だからもうちょっと悔いを残さないようにちょっとベスト尽くそうっていうことで、キムチはスタジアムだけにしてもういつも家で食べる、家で作ってくれます。なるほど。基本家で作ってるんですけどね、昔から。手製キムチの事業にそこまでの忙しさがあったとは立ち上げなんで、はい、まあそれはそうですよね、うん、1から2はまあ楽だけど、うん、0から1って本当大変なんで、それ奥さんも本当尊敬した、まあ、なんだかんだ結婚して喧嘩もしたけど、今はもう本当頭上がんないですね、奥さんに。あ、この人すごいわと思う。結構なんかサッカー選手の奥さんだから、まあお金があるからやっぱプレゼントも高くなったり、まあそれが普通じゃないですか、むしろ、まあ、そういうイメージはありますね、一般的な多分イメージだと、はい、はい、でもやっぱ実際見ててもやっぱまあ基本それがいいも悪いもそれが普通なんですよね、やっぱ会社乗って、はい、じゃあいいバッグ誕生日の時に買ってもらって、でも周りの話聞いててもみんな大体そうだから、別にそれは全然 OK、 悪くはないですけど、うちの奥さん車クラブが支給してくれたやつ乗ってるし、結構もう何万キロ乗ったかな、結構もう年金の入った、はい、でバッグとかも全く欲しがんないし、もう何もブランドも何も興味ないし物欲ないし、確かになんかそれでかつ事業も推進していけるって、でめっちゃまあ自分で言うのは何なんですけど、すっごいスタイルいいし綺麗だし、うんうん、で好きでも責任感あって家族の面倒とか、まあ、面倒くさくて外食する人がまあ普通そうじゃないですか、はい、そんだけ金が困ってるわけじゃないんで、うん、でやっぱり料理作るの面倒くさいから外でみたいな感じが増えると思うんですけど、そういうのも全然ないし、
子供のこと一番にもちろん考えるし、確かに本当に男性が思う理想の奥さん結構理想ですね。最近なおさらそのもう理想プラスじゃないですか、ただ家で家族守ってやるだけじゃなくて自分からだって外出てやってるわけだから、サッカーでいろんなものを与えてもらったと思うんですけど、まあ、地位を名誉、地位を、まあ、マニパワーリスペクト的な要があるじゃないですか、はい、そういうのをこういただいたんですけど、自分がサッカーで一番大きい得たものって言ったらもう絶対奥さんの方があって、奥さんには絶対言えないって言うのは恥ずかしくね。これ多分包み隠さずカットせず公開しますけど奥さん泣くと思うこれみたいな普段は全く言わないから一番大きいも財産は絶対間違いなく奥さんですね。そんな奥さんのいるご自宅に訪問させていただけるということで、ね、楽しみですね。楽しみ、はい、多分今家多分片付けてると思います。ドーベルマン、名前なんて言うんですか？エッシェル。エッシェル。エッシェ。人間大好きだ。超甘いもん。確かにドーベルマンってなんかもっと警戒心強いイメージありましたけど。イメージはそうだけど超甘いもん。吠えられた。一目散逃げてくる。川崎時代の初ゴールが。お願いします。本当にめっちゃ嬉しかったじゃん。若い。先生が。お邪魔します。わあ、すごい。すごい。いやすいません。こんにちは。お邪魔します。もうこちらこそ。はい、ありがとう。優しいね。いつもこれくらいの時間からお食事が始まるんですか？いや、でも早いですね。もう子供いるから。はい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 。早い時にはもう5時とかになる。あ、17時とかで。へえ、早いですね、それは。昼を12時半とか。昼が、そんぐらいですね、12時から1時の間に、うん、あ、そうだ、合わせて撮るんで、うん、夕飯にお邪魔しました。ついについについに夕飯を、はい、ついについに夕飯ですね。人が家に来てくれたら家が片付くからですね。そう言ってもらえるだけでありがたい。手製キムチのキムチ鍋ですね。普段こんな品数を多く作るんですか？僕少ない方かもしれない。おかずがもっと多いんですけど。あ、そうなんですね。ご飯さっきね、やばいってこれ取ってきたの。あそこに雨に濡れながら、玄関にあったやつ。これは家で食べますよ。これは外食しないくなりますね、はい、うん、外食しないわけですよ。ちなみにチョンテセ選手は家でどんな感じなんですか？無口です。あ、そうなんですね。ママ、あげるこれ。結構、息子にデレ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 なので。あ、そうなんですね、はい、基本的に家では殻に閉じこもってたいんで家という殻の中のさらに殻に閉じこもりたいんで、はい、あんま家ではあんま喋らないで、子供と遊んでる時間が一番人生で一番幸せな時間。へえ。何して遊んでるんですか？悪かったね。例えば公園連れてったり、はい、犬連れて公園連れてったり、あ、ここで単純に子供のベイブレードしたり、あ、本読んであげたり、はい、レゴ一緒に作ったり。すごいですもんね、これも結構。そうです、子供のテリトリーに行った時が一番楽しいっていう。あ、幼稚園に行った時とかに自分がいつも普段幼稚園で遊んでる、探検してるようなところを案内してもらうときとか、なんかすっげー幸せな気分だ。自分の子供こんな世界で生きてるんだみたいな。はいはい。大きくなったなっていう。入学式とか卒業式で泣くタイプですね。うん、でも行けないですよ。そっか。同じの結婚式も行けないし。はい。入学式とか授業参観とかもう全然行けないです。仕事ですもんね。まあ、行ったらもう 100% なんです。うん。その先生と交換日記みたいなのがあって、ああ、はい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 、2週間に1回その子供
生活について書いたやつをもらって、で返事を書いて返すんですけど、もうそれだけで決まります奥さんから見たチョンテセ選手はどんな人なんですか？テセさんは頼れないですね引っ張っていかなきゃもう何も、なんだろう、サッカーは上手いけどそれ以外はできないまあ、なんとなく純粋ですもんね。そう、純粋で、純粋で、うん、でも多分意外だと思いますよ、うん、サッカーファンの人からしたら意外に思うと思いますよ、はい、意外、うん、意外、うん、めちゃめちゃ警戒心強そうだし、しっかりしてそうだし、ゆるゆるそうだ、あれだ本当だよね本当だよね。この奥さんとなりそめは、うん、映画作れると思ってます。ちょっと脚力加えたら絶対映画作れるようになる、はい、っていうのは、僕北朝鮮代表だったじゃないですか、はい、で韓国パスポート取って韓国でプレーしたんですよ。で妻は大韓航空の大統領専用機乗ってたんですよ。へえ、それってすごいことで、要は CA って韓国だけでも7000人ぐらいいるんですよ、うん、大韓航空が今何人かな、あの時が8000人、大韓航空だけで8000人なんですよ、うん、それ以外全部あるさ、CA だけで何万人ぐらいな、2万人ぐらいなんですよ、うん、で大韓航空は韓国の中ではトップなんですよ、うん、だから大統領と青瓦台、うん、要は日本の国会議事堂じゃないけど、そういう首相官邸かじゃないけど、うん、そことの直接契約するの大韓航空なんですよ、うん、でその要は3万人の中の7000人で、7000人の中の国際便に乗れるのは何人ぐらい？国際便は、まあ、またその中でも一部になって、その中のトップ14人、トップ12人だけで大統領選挙に乗れる。大統領専用機ってものすごいステータスで、だから普通のレベルじゃまずなれないですよ。ただ可愛いだけじゃダメなんですよ、うん、超仕事できなきゃいけないし、うんうん、家柄も見られるし、うん、で、そんな大韓航空機の大統領のその側近たちの、まあ、官僚だとか、そういう人たちの面の世話をしている人が元北朝鮮代表の僕と付き合って、これがあ、なるほど、あ、なるほど、これって結構な問題じゃないですか、これがなかった、考え方によっては、ただサッカーしに行ってただけだから何もないけど、でも韓国の政府の人からしてみれば、僕が大統領のスケジュールを把握できちゃうんですよ。だからやっぱりそっち側では大問題なんだけど、僕と僕が付き合ってるっていうのは、うん、だから付き合ってる時に噂が流れる、もう僕と付き合ってるっていう噂が流れるわけじゃないですか、うん、そしたら、あ、もう職員の人たちに、その幹部の人で、大韓航空の人たちから、お前自分がやってること分かってるみたいな、お前やってること分かってるっつって、でも隠して付き合ってたんですよ、うん、別に僕は僕だし、うん、政治的に何の力もないし、ただのサッカー選手だから、うん、でそんなんで別れるのも嫌じゃないですか、うん、でもある日僕に別れを告げたんですよ。おっ、要は大統領専用機を一回取ったんですよ、うん、で僕は振られて、でも僕はもう全く受け入れられないわけじゃないですか。分かるけど、それは頭では分かるけど、感情では全く理解できないじゃないですか。いや、それなんでみたいな、うん、まあ、分かるけど、で結局僕がもうすがってもうそんなん、もう結婚、それで別れるぐらいだったらみたいな、もう絶対結婚もするみたいな、うん、結婚もしたいしみたいな、そういう話をして、うん、結局こっち側を降りて、大統領専用機を降りて、僕と結婚したんですよ。すごいすごい、確かに映画にできるわ。映画にできた、脚色したらできそうじゃないですか。いや、できるわ。北と南の恋、しかもサッカー選手とかなんかね、いやいや、絶対できるやつよ。奥様に、サッカー選手の奥様はどうですか、大変ですか？北瀬さんはこうやって作ったら何でも食べてくれるし、どうしても生まれ育ちが違うじゃないですか。韓国で日本だから、韓国料理も日本料理も何でも食べてくれるので、私的には料理に関してはもう本当に楽です。料理に関しては
含みがたくさんの含みが不満たらたらあのなんだろう、子供と遊んでくれること、うん、以外は何もしなくて子供と一緒ですね、やることがすごい手がかかります。子供3人の感じなんですけど、俺の方が絶対畳んでくれないんですよ。もうじゃあ子供の整理だけして自分のものは自分でやるようにしたらどんどん山になってって、気圧も吹くね。だから掃除機かけるにもそれをどかして掃除機かけなきゃならないので、結局私がやっちゃうんですよ。もう手を離して、何いる優しくて優しくて思いやりがあって、それもいい旦那で、旦那さんです。でもなんかね、話聞いてたらね、いろいろわかりますよね。仲いいというか、円満中の円満、円満中の円満ですよね。円満中の円満、多分円満じゃなかったら撮影許可してくれます。いや本当ありがたいですね。人に依存するから。常にこう自分の完全な味方じゃないですか、家族は。だからそこは絶対一緒にいたい。単身赴任とかマジ考えられないです。多いじゃないですか、サッカー選手にしても、コーチとかなったら。いやもうそれは無理ですよ、絶対家族と一緒にいたい。一人で行くなんて絶対ありがたい。なるほど。本日朝からずっと一緒をご一緒させていただきましたけど、はい、この後ご飯食べた後の流れってどんな感じになりますか？ご飯食べたらもう子供をパン磨いて寝かして、じゃあ寝るのに大体8時から9時ぐらいになるんで、はい、僕もそのまま寝ます。早い。そうなんですね。そうなんですね。今年そうですね。で去年までは11時、まあ、11時半には寝たい、11時半から12時前には寝たいかなって感じだったんですけど、今年練習きつすぎて、でやっぱ練習試合やってて、前日10時に寝たら、練習試合すっげえ体軽いんですよ。これやっぱ睡眠大事なんて今更気づいて、でそっからもう10時に絶対目つむるようにしてます。へえ。ルール作って、10時に寝るから本当はでもこの時間が一番楽しいじゃないですか。確かに。多分子供寝かして2人になって寝るまでが自由じゃないですか。でそれができないから、まあちょっと寂しいですね。10時寝なきゃいけないから何もできない。子供ね、もう9時半とか平気だから、平気だから全然寝ないので。子供より先に寝ちゃってるんで、私が寝かす時いつも子供より先に寝てるんですよ。本当寝ない。もう神回すぎます。本当にこんなね、朝から練習から全然余裕っすよ。そう言ってくれるのがもう表してますよね、この家庭のこの空気感というか、もう人間性もそうだし、あのハウツーの時からそうなんです。多分サービス精神の塊なんでしょうね、本当に。はい、人間的にクソつけない。クズ人で、俺はあのそうやって言える人は素晴らしい人だと思ってる。言えない人がダメだから。言えるじゃん、自分でそうやって自己分析してそれを受け入れてまたこう前に進もうとするじゃないですか。女の愚かさを知れて第一歩。もう本当にそういう素敵なチョンテセ選手の一日密着も最後ね、ご自宅訪問までさせていただいて、ご飯までこうやって撮影させていただいて、拝見させていただいて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。